人に言えない黒い過去。奥様にもあるでしょ。人には絶対に言えない、墓場まで持っていくつもり。だけど誰かに言ってみたい。言ってすっきりしましょう。煽り、説教禁止。嵐は、しっかりスルーしましょう。2017年1月3日。レス番号295、好きな人。二十歳そこそこの頃の話。同級生に好きな人がいたけど、何度告白しても振り向いてもらえなくて、セフレに近い関係になってた。同じような都合のいい女が他にもいる形跡があったけど、気づかないふりしてたある日。他に紹介するから、俺は忘れて違う恋をしな。と出会わされたのが、今の旦那。当てつけのようにスピード婚をした。でも、事の顛末を旦那は知らない。とにかくやけだった。そんなんだから、本人はもちろん義実家にも難ありだし、人格や価値観、経済面すべてにおいて結婚したことを後悔してる。10年経って、その人とは今でもたまに連絡取ったり会うけど、あんな奴を紹介しやがって。やっぱりまだ好きだなぁ、という気持ちが入り混ざって複雑。未だに独身だし彼女募集中と聞いて、チャンスを失った自分はモヤモヤしてる。大して黒くなくてすいません。旦那さんとの結婚は当てつけどころか相手の思うツボだったんだけどなぁ。男の思うツボになってる女ってダッサいなぁ。男の人って不思議だね。よく愛のないエッチができるな。私は、そこに愛がなければエッチできない。できるよ。ふっ、上に客への愛があるの ?2017 年1月4日。レス番号305、ふっ、上。まあ私もふっ、上やってましたけどね。東京の大学に行くお金がどうしても欲しくて。私には何の特技もないから、手っ取り早くお金を稼ぐには地元、大阪の風俗しかなかった。主人には処女だと嘘をついて付き合ってた。処女信仰が強い人、との噂を聞いていたから。男の人とキスするの初めてなの。とか言って、わざとぎこちない感じでキスしたり。東京の男なんてバカだから、こっちの言うことをどんどん信じるの。結婚まで時間はかからなかった。関西に旅行に行こう。と言われたこともあるけど、ごめん。いい思い出がないの。とか女優になった気分で目を潤ませて、簡単に阻止できた。大阪でふっ、仲間に偶然会ったらややこしいからね。主人のことたくさん騙してるし、嘘はすべて墓場まで持っていく。主人だって私に嘘ついてることあると思うし、それはお互い様やんな。ラストで増えた。東京で大阪の知り合いに会うことも十分あり得るからこれからも気を抜けないね。そういう不便さ、ドキドキ感自体がもうすでに因果応報の気がする。そうね。リニアで東京大阪間が結ばれてからが勝負ですわ。まあ、あの頃より私もだいぶ痩せたしプチ整形もしているから、私が誰だかバレるまい、とは思っている。演技力だけは自信ありますよ。私も昔、3年やってて、そのまま地元で結婚出産したけど別に大丈夫だよ。大阪よりだいぶ小さな地方都市ね。一度だけ元同僚に声かけられたけど、あちらも外でそんなことには触れたくないから、久しぶり以外はわざわざ行ってこないし。痩せてプチ整形したならなおさら。ちなみに勤め先の取引相手に私の指名客来たけど、全く気づいてないから服着てればバレないんだと思う。最後の一行は同意いたしかねます。指名客だったなら多分相手も気づいてると思う。あえて知らん顔してたのは大人の対応。2017年1月4日。レス番号333、在宅ワーク。アダルト系の在宅ワークしていること。顔出しなしで6年くらいやってて、だんだん稼げなくなっては来ているけど、月平均5くらい。最高は月20。ほとんど貯金してる。もうすぐアラフォーだから足を洗いたいのだが。そろそろ需要なくなるね。年齢は10くらいサバ読んでる。35くらいの年齢でやってる人も、そこそこ仕事来てるみたいでビビる。2017年1月5日。レス番号354、習い事の先生。16歳から22歳までの6年間、ある習い事の先生の愛人やってた。高校1年の時、どうしてもその習い事をしたかったんだけど学費なくって、体で払ってた。先生は学費も教材費も全部出してくれた上に、その後の就職先まで紹介してくれた。15歳年上の先生にしてみれば、ただの若い愛人だったんだろうけど、私は本気で好きになってた。告白してきてくれた今の旦那と結婚したが、今も年に何度か、先生のことを思い出して泣きながら目覚めることもある。一年に一度だけでいいから、先生に抱かれたいと思ってるのは、墓場まで持っていく。なんだか切ないけどいい思い出だわ。バレエやバイオリンなんかだと小説っぽい感じになるが、ヒップホップやジャズダンスなんかだと途端にチャラくなるな。茶道とか華道で読むと雰囲気出るわ。ダンスだと確かにチャラい。就職先まで紹介してくれたんだから大事にされてたのね。2017年1月5日、レス番号365、旦那。実は主人を恨んでること。今はとっても優しい私に尽くしまくる旦那様で、何の不満もない。
性格も価値観も申し分ない、本当に素晴らしい相手と結婚した、この人しかいなかったと思ってる。でもその反面、こいつなんてどこまで傷つけても構わない。上っ面だけヘラヘラして、ATM としてこき使ってやるとも思ってる。理由は、若い時に散々遊ばれて、ゴミみたいな扱いを受けたことが忘れられないから。今は改心して別人のようだけど、私の中では記憶が消えるわけもなく、憎しみの感情が根底にあってうまく大切にできない。どうしてそこまで改心できたのか知りたい。いいじゃない、優秀な ATM なんてなかなかないわよ。単純に、主人が私に本気になったから。私が疲れて何度か振って、力関係が麻薬になったの。本当、ATM として優秀じゃなかったら絶対結婚してないよ。わかるわ。私は子が赤子の時、自分の親に頼れなくて密室育児でノイローゼになって、何度も旦那に助けを求めたけど、仕事で疲れてるからってほっとかれたこと未だに根に持ってる。たまに預かってくれても、旦那は実家に子供連れてって押し付けてパチンコ行ってたり。子が育って自然と解決したけど、育児に関してあまり参加してくれないのは変わらないし、いろいろとモヤモヤしたものがずっと残ってるわ。義母が旦那にお小遣いあげてるの見て、黒いものが込み上げたり。つまりは嫉妬なんだろうけどね。自分が持ってないものを旦那が持ってて、私は気にしてないふりしてるけど、それに旦那は無頓着なんだよな。子供の世話に全然協力してくれなかった旦那さんには、将来旦那さんが寝たきりになった時にたっぷり報復介護してやってもいいと思う。それ別に嫉妬じゃなくないか。普通に腹立ってるだけかと。自分も子が幼児時代ゲームばかりやって手伝わなかったのと、トイレや排水口の掃除しないことを一生恨むと思う。2017年1月6日、レス番号377、スッキリ。20代半ばの頃、飲み会が終わって、酔い状態は軽く無敵モードに突入。すでに深夜2時過ぎだったこともあり、まっすぐ帰宅する気だったけど、途中で猛烈に催したくなった。自宅まであと20メートル、つまり家の並びの雑居ビル1階に、狭く奥まった暗闇が目について、吸い込まれたと同時にズボンを下ろした。にゃるんとすっきり出て、ほっとした瞬間に。大丈夫ですか？と男性の声。目があった。しゃがんでたから、酔って気分が悪く見えたのかも。その男性は斜め前方にいるからお尻とは見られてないと思い、匂いなど考える余裕もなくすっきり笑って、大丈夫です。と返した。あれが最後ののぐそです。最後ということは最初もあったはず。いや複数回あったと思われても不思議じゃない返しっぷり。2017年1月6日、レス番号385、職場恋愛。大したことじゃないかもですが、夫とは職場恋愛からの結婚です。当時その職場は若者が多くて、私たち以外にも職場恋愛している方が結構いました。新卒で入ってきた後輩も、半年ほどで彼氏を作っていました。後輩は A、彼氏は B とします。それぞれ部署は違いますが、もちろん共通の仲間なので4人でご飯に行ったり、遊びに行ったりもしました。それから少しして、A の直属の上司が若い男性に変わりました。C とします。C はそこそこイケメンで、面白くて優しいのでモテそうな印象でしたが、遠距離恋愛の彼女がいて、半年後に結婚を控えていました。C は仕事には厳しく、仕事上あまり関わりのない私たちにはジョークを言ったりしてユニークでしたが、A には少しきついことを言って泣かせてしまったりしていました。泣かせた後は驚いて焦っていましたが。しかし、それから半年ほどかけて A は C のことが好きになり、アタックして、公私ともにいつの間にか距離を縮めていたようでした。最初は仲のいい兄弟のように思っていた私たちも、若干ただならぬ空気を感じていました。決定的だったのが、夜中に飲み会の後、私はドライバーでしたので仲間を送り届けている最中に、C の家の前を通ったら A の車が止まっていたのです。その後、A と二人で話す機会があった時にそれについて触れたら、B と二人で C の家に遊びに行っていたと言っていました。怪しいと思いながらも、その時は納得しました。が、その後 A に呼び出され、実は C と体の関係にある、と告白されました。C が入籍した日に、気持ちが抑えきれなくなって A に押しかけて宅飲みをし、C にキスしたらその気になって始まった。結婚したものの遠距離なのは変わらないので、それからは半同棲している。B には仕事を教えてもらわなきゃいけないので別れたくない。というか A と付き合う前から B を好きな女の子がいて、その子には渡したくない。などなど、聞かされて完全に軽蔑しました。それからしばらくは、軽蔑しつつも話を聞いていましたが、ある時、私、落とせそうな男ってわかるんですよね。でも先輩の彼氏は取らないんで安心してください。と言われムカつきました。そして、スピーカーおばさんに全てを言いました。すると広がる広がる。もちろん B を好きな女の子にも伝わり、その子から B へ話が行ったそう。ただ、B は何も動きませんでした。おしまいに、C には私から話しました。A があなたとの関係を言いふらしてますよ。不愉快ですので釘を刺してください。
B も知っていますよ。というと震え出したし、その日の夜 C から私に電話が来て、二人で B に土下座した。え、なんで私に報告？と思ったけど、そうですか。とだけ答えてきた。ちなみに、その後一週間ほどして A は出勤してこなくなった。その後、自殺未遂したけど失敗したそう。C はしぶとく出社してきてたんだけど、A の父に慰謝料請求されて支払ったそうです。C の奥さんは C に、自分のケツは自分で拭け、と言ったと聞きました。A はその後転勤しましたが、一応復帰しましたよ。びっくり。そんなに黒くなくてすみませんでした。スピーカーおばさんとハサミは使いようとはよく言ったもんだ。C がなんで A に慰謝料払うんだか。A が C を国払う立場でしょ。登場人物みんなバカそうだね。2017年1月6日。レス番号400、超イケメン。駅のロータリーで、酔って寝ていた超イケメンを解放した。その後行きつけのバーで偶然再会し体の関係になったところ、性病感染した。毎月再発で辛いし一生治らないし、旦那に移すわけにいかないから嘘ついてレスになったし、後悔してもしたりない。もう死にたい。一生治らない性病なんてあるの？笑った。2型ヘルペス。6年前にかかって、今は毎日服薬する療法してるけどそれでも痒い潰瘍ができて潰れたり、下半身の神経痛が出る。薬代も高い。薬の名前で検索すればすぐバレるから、こそこそ隠してお風呂で飲んでる。2017年1月6日。レス番号411、旦那のコーヒー。私も汚い話だけど、旦那のコーヒーに色々入れたりした。恨みとか嫌いだからではない。なんか味変だな。と言われてバレそうになったのでやめた。恨みもなくなんでそんなことしたの？普通に信じられないんだけど。理由が気になる。サプリとかいいもの入れたとか？入れたのは自分の体から出る色々です。よだれがメインだったけど、気分が乗ってる時は下の方も。理由は何だろう、いたずら心と愛情表現と性癖とが混ざってわからない。旦那のこと大好きだからやってた。2017年1月6日。レス番号433、60代男性。今日、職場の60代男性とキスした。前々からスキンシップ多めだなぁとは思ってたけど、奥様とも仲良いし、キスまでとは思わなかった。旦那の他に聞かれもいるし、私の低層関連破綻してる。匂いとか大丈夫でした？全く問題なし。抱きしめられた時、柔軟剤のいい匂いした。相手、私と同じ年くらいの娘さんいるのに、あんまり気にしないものなのかな。臭くないどころか良い匂いの60代か。私ならハマってしまいそうだわ。俳優に例えるなら？吉川浩司ならまだ若いか。生瀬勝久？ちょっと想像しがたいけど。生瀬ならいける。2017年1月6日。レス番号434、不審者。当時高校生だった私。実家のマンションのポストにこの紙が入ってたんだけど、近所の人と一緒に、誰かしら、怖いわねって話をしてた。ごめんなさい、実はこの仕業、私のお姉ちゃんです。絶対誰にも言えない。不審者についてのお知らせ。兄弟の件、ここ最近アパート敷地内で排泄行為を行う不審者がおります。すでに警察に通報済みで巡回強化の依頼をしておりますが、今後再発する可能性があるため文書にて入居者様にお知らせします。深夜から早朝にかけて発生している模様です。もし不審者を見かけた際は、警察に通報いただきますようお願いいたします。2017年1月7日、レス番号483、見える人。もともと女だけが見える家系。なので、ママ友やご近所の人の黒い過去がたまに見えること。ごめんなさい、私の黒い過去ではなくて、見えてしまった人の黒い過去を墓場までの話でした。すれ違いごめんなさい。例えばどんなの見えたの？水子とか、おそらくだけど元彼元彼のとか。詳しく見ないから推測だけど。バカじゃねえの。ほんとバカっぽいよね。見えるってわかると見てみてって寄ってくるけど、いざ見て言われたくないこと都合悪いこと言うと頭おかしい人認定されるし。なので見えることも言わないし、見えたものも当然言わない。いつかその力で復讐する機会があるかもよ。旦那寝取られたとか周りのトラブルに巻き込まれた時とか。生き霊みたいのが見えるの？本当に能力だったらいいけど、ただの妄想で精神疾患だったら怖いだろ。元彼元彼は生きてるのも死んでるのもどちらも。でも子だくさんのママ友のとこは、一人全然無関係の子供が混じってる。普通に馴染んでるし、いつも家族みんな楽しそうだから引き寄せたのかも。死んでるのって殺したとか？生きようとか多分自殺とか。水子だと中絶だったり流れたり。詳しく見てないからわからないけど、殺してたらもっとすごいと思う。夫家族両親義両親の元カノ元彼見たくないね。時々あるなぁ。帰ってきた夫の肩あたりに、茶髪の姉ちゃんの顔が見えたりすること。まあそういう時って、飲み会の二次会でケバやらスナックやらに寄ってることは知ってるんだけど。そうそう。
だから結婚する前に夫見たよ。やましいことなかったから安心して結婚した。見えること知ってるし、今後やましいことしたら即バレるからあえてしないと思ってる。面白い墓場話来た。こういう話が読みたかった。見えたことでのメリット、デメリットあります?またその力を利用したことはありますか?メリット。異常な悪意を持つ人、接触して悪影響がある人は事前に避けられる。夫の仕事関係なんかで、仕方なく付き合わないといけない人でも遠ざけられるし、家族くらいだったら守れる。デメリット。いい奴にも悪い奴にも見つかる。しつこいのに見つかると面倒。すごい疲れる。ぐらいかな。幻想幻聴、大変ですな。身近にこういうのいたら逃げないと危険だね。ほんと頭おかしいね。失礼しました。2017年1月8日。レス番号507、ユンボ。無免許でユンボ乗って遊んでたら、臨家新築中のブロック塀にぶつけて壊してしまった。お前か、うちの塀を壊した奴は。明日菓子折りを持って謝りに来い。2017年1月8日。レス番号522、夫の性癖。二度目の離婚をしようと思っている。理由は、夫がどこかの中学の女子制服を隠し持っているのを見つけたため。連れ子である娘が2歳から12歳の間、可愛がってくれて感謝の毎日だった。先月夫の性癖を知り、何かある前にという一心で、ともかくアパートを借りて娘を連れて逃げ出した。娘と両親には、私の身勝手で冷めたからと言い張ってるけど、呆れられている。自分の男を見る目のなさが情けなくて、誰にも言えない。それ本当に性癖なの?他にも性癖を伺わせるものあった?あなたは間違ってないし、万一のために正しい選択をしたよ。もしかしたら女装趣味かもしれないけどね。話し合える余地があるなら話し合いしてもいいかもしれないけど、娘さんは近づけない方がいいと思う。うちも前夫がロリ趣味傾向あったから気をつけてた。娘さんが被害に遭う前に逃げてよかったよ。周りになんと思われようが逃げるが一番。だってそんな目にあっても優しい子ほど言えないだろうし、未然に防いだのはあっぱれだよ。いいお母さんでよかったと思う。娘の安全と名誉が守れるなら私も戦うと思うけど、10年だというし簡単ではないのかな。制服だけでなく、着てる女の子のポラロイド写真もあった。証拠はこっそりビデオで撮ったけど、離婚時に揉めない限りは使うつもりない。信頼しきっていた義理の父親がロリコンだったなんていうトラウマを、思春期の娘に負わせたくなくて。ガチだね。離婚エゴー。着てる女の子のポラロイド。そりゃもう確定ですな。連れ子を一旦女と認識したら、手を出さなくても風呂を覗いたり色々とこれから安心できないから別れて正解。2017年1月8日。レス番号537、家族。息子の写真をデスクに飾ってたら、息子の隣に写る息子の美少女な友達の方を子供だと勘違いして、同僚もアプローチ。息子だと分かったら手を引かれた友人がいるから、シングル女児持ちの方は気をつけて。私の黒い過去は、無資格保育補助兼用務員兼事務員で、保育園で働いてた時。条例上問題なし。子供と関わる人間としては最低レベルだったこと。素人的な意味で。周りには習い事教室の事務員してたと言ってる。旦那たちには子育て褒められるけど、そらあれだけエラー&エラー&エラーしてたらね。嫁が脱衣場に脱ぎ忘れた下着を取りに行ったら、次に風呂に入ろうとしていた義父がそれを履いているのを目撃してしまった、という笑うに笑えない話もあるからね。血の繋がっていない家族は要注意だよ。笑った。2017年1月9日。レス番号555、悪事。毒親から16歳の時に逃げ、生きるために人殺し以外の悪事は大体あったこと。運よく一度も捕まらず裏世界から去り、貯めたお金で大学に行った。卒業後はそれなりに固い仕事に就いた。子供が私立小へ進学したので、周りに合わせ上品なままぶっているが、実は土底辺の人間。テレビで昔の知人が逮捕されたり殺されたというニュースが流れると、怖いねえ、と他人事のように夫に言っている。そのまま幸せになって。具体的には何だろう?薬の売買とか万引き、詐欺、恐喝あたり?あらゆる売買です。子供の頃に海外に住んでいたため語学だけは少しできたので、当時の交際相手に通訳を頼まれたのを機に、ずるずると落ちていきました。周りの上品なママ友でも、過去同じ土底辺の空気を感じるママっている?私立小の受験では子供より親を見られるけど、その辺は見破られないかドキドキしなかった?土底辺ではないですが、過去または現在、仇の家庭ではないかなと感じるママはいます。学校にもよりますが、親が見られるイコール主に父親という認識でした。母親は目立たず、学校に協力的な姿勢を見せるのみと思い、挑みました。あらゆる売買ってまさか人身や臓器かな。薬や窃盗までなら想像つくけどそこまで行くと恐ろしいわ。すごい、あなた様ここのスレに君臨してくだされ。いろいろ聞きたい。2017年1月10日、レス番号581、姉。私が家にいることを知らない姉の、テレフォンセックスを聞いたこと。
かなり大きい声で引いた。それって姉の黒いまっちゃん。怖いわね。お前がな。2017年1月11日、レス番号609、放置後。私はいわゆる放置後で、放課後はよく男子と遊んでいました。女友達はゼロ距離で家に上がり込みすぎて、遊ぶのを禁止されてたらしく、やんわり断られることが多く、外でドキュンよりの男子と遊んでることが多かったです。大人になり、周りの人と昔話になった時や家庭いた系のまとめサイトを見るたび、自分がいかに迷惑な子供だったかを思い知って、申し訳なさでいっぱいです。両親とはすでに絶縁しているため、夫には過去のきっぱい行動の数々がバレてないので、このまま墓場まで持っていきます。わかる。うちは母親は不在がちだし兄がドキュンだったから、すぐ、あの子と遊んじゃダメって言われてた。当然友達もいないから、塾とか習い事ばかり入れてたんだけど、そのままいつも一人で外食したりしてたんだ。それを知った習い事先の人たちが一緒にご飯食べてくれたり、休みの日も遊んでくれたりしてた。今から思うと信じられない話だし、申し訳ないと思う。その人たちに恩返しができないから、放置後見るとちょっと相手することにしてる。偉いよ。SOS を感じてくれる大人に助けられ、SOS を感じられる大人に育ったんだね。放置後って昔より今の時代の方がかわいそうな気がする。そうでないことの差が時代が進むにつれてひどくなってるからかな。田舎の方がさらにひどい気もする。放置後は今も昔もかわいそうだよ。ここの奥様たちは優しいな。2017年1月12日、レス番号632、放置後だった旦那。私ではないんだけど、旦那がいわゆる放置後だったと思う。両親は知らないうちに離婚、父親についた旦那は親と顔を合わせることもなく、お小遣いを月5000円だけもらっていたらしい。中学生で小遣い5000円というと、まあまあいいじゃんと思えるかもしれないけど、それで朝昼晩の食事代であり、全然足りずよく友達の家でご馳走になっていたと言ってた。頭は良くて、地域企業の補助金みたいなのと奨学金で国立大まで行ったのだけど、私の作った食事を食べるときに、美味しいよ。とか、ありがとう。とか毎回律儀に言ってくれるのが、夫の過去がよぎって複雑な気持ちになってしまう。美味しいよ、ありがとう。この言葉にはジーンとくるね。新婚の時は私も言われたけどな。今は、いただきます。ごちそうさま。しか言ってくれない。ごちそうさまの時に、美味しかったよ、の一言を付け加えてくれたら家事も楽しくなると思うんだけどな。